滝沢秀明氏率いる、戸辺に次々と合流するジャニーズ退場者たち、新たなエンターテインメントプロジェクトの勢い加速中。日本のエンターテインメント業界に衝撃を与えているエンターテインメント会社、戸辺が滝沢秀明氏41の主導で次々とジャニーズ事務所からの退場者を迎え入れています。 特に、7月に入ってからの動きは本格化しており、三宅県44が5月に退除した後、7月2日に都米への合流を発表していました。さらに、7月7日には元キングプリンスへの平野市要26と神宮寺ゆ太た25の合流が発表されました。これにより、ジャニーズ退除者の大物が集結する形となりました。 トベの YouTube 生配信では、平野潮は、楽しい時間、空間を作っていきたい。ファンと共にクリエイティブなものを作って、共有していきたい、と語り、神宮寺ゆ太も、ファンとまた素敵な景色を見たい、と抱負を語っています。さらに、金プリの元メンバーである岸優太さん。 27の飛べ合流も噂されており、主演映画 G メンのプロモーション活動を終えた9月末にジャニーズ事務所を退場することが発表されているため、その後に飛べに加入する可能性が浮上しています。一方で、飛べに合流するジャニーズタレントの情報が滝沢氏のインスタグラムに投稿された火山の写真の色合いとリンクしていたことから、におわせか。 と話題になっているものの、滝沢氏は、引き抜きをしているわけではなく、それぞれの考え、タイミングで話し合いをして合意している、とコメントしています。都米へのジャニーズ退場者の合流が加速する背景には、2つの主な理由があります。まず1つ目は、滝沢氏が率いる、タッキー派の JR 内ユニット、インパクトオーズの合流が確実視されている点です。 インパクトオーズ王をすでに新曲3曲を収録し、その制作費用は飛べが負担しているという話もあります。また、飛べがイムップというロゴマークを商標登録中であることも、7人のインパクトオーズへの合流を裏付ける要因となっています。二つ目の理由は、ジャニーズ事務所が飛べへの移籍に対して公のコメントを出していないことです。 この理由には、ジャニーズ創業者である藤島メリー安子氏、去年93、が2021年に亡くなったことが影響しているとされています。藤島メリー氏は、トラブル発生時などには全面に出て対処する姿勢をとっており、事務所の利益を最大に考えて動いていました。しかし、彼女の亡くなった後は、ジャニーズサイドから強く出る人物がいなくなってしまったため、 トベへの遺跡が増える要因の一つとなっています。特に、三宅県のジャニーズ退所からわずか2ヶ月でトベへの合流が実現したことは、他の現役ジャニーズタレントにとっても大きな衝撃を与えているとされています。さらに、7月4日に放送された NHK のニュース番組では、三宅県のトベへの遺跡に密着した VTR が放送され、 ジャニーズサイドもこれに対しては裏でもコメントできない状況になっています。これにより、ジャニーズタレントの飛辺への移籍の流れは加速していくと見られており、次に注目されるのが A、B 知事のメンバーの動向です。特に可愛いクジさん35については、テレビ局の忖度文化のために地上並テレビでの活動が多く、 トベへの移籍が難しいとされていますが、他のメンバーについては可能性が高まっているとのことです。滝沢氏は自分を求めてくれれば全力で守りたいと語り、トベに対して受け皿のような立場をとっています。これにより、トベに移籍するジャニーズタレントが増えていく流れは止まらないと見られています。滝沢秀明氏率いるエンターテインメント会社。 戸部にジャニーズ事務所からの退場者が続々と合流していること。合流したジャニーズ退場者には、三宅県、平野紫耀、神宮寺勇太、そして噂される岸優太など大物が含まれること。戸部の JR 内ユニット、インパクトオーズの合流が確実視されていること。ジャニーズ事務所が戸部への遺跡に対して、公のコメントを出していない理由として、 藤島メリー安子氏の亡くなったことが影響していること。ジャニーズタレントの渡辺への遺跡が増える要因として、三宅県のジャニーズ退所からわずか2ヶ月での渡辺合流と、NHK のニュース番組での報道が挙げられていること。渡辺に次に合流するジャニーズ退所者として A、B 知事のメンバーが注目されているが、可愛いくじんさんについては、 テレビ局の忖度文化の影響で難しいとされていること。滝沢氏が受け皿の立場を取っていると語っており、戸辺に移籍するジャニーズタレントが増えていく流れは止まらないと見られていること。